これは誰の自転車ですか？と尋ねる文を紹介します。A 文は、Who's bike is this? となります。Whose bike is this? Whose bike is this? この、Who's は、誰の、という意味です。答えの文は、It is hers。それは彼女のものです、となります。この、hers は、彼女のもの、という意味です。It is hers. It is hers. それは、ジェインのものです、というときなら、It is Jane's、となります。It is Jane's. It is Jane's. これが、ジェインのもの、という意味です。同じ意味ですが、次のような並び方の文もあります。Whose is this bike? この自転車は誰のものですか？と訳すことになります。Whose is this bike? Whose is this bike? この部分は、この自転車、と訳し、これは、誰のもの、と訳します。答え方は、上と同じで構いません。